私たちクリスチャンは地上の生活の中でたびたび試練や困難に出会う経験があるはずですしかし願わくばこれらの苦い経験はなるべく避けたいというのが本音でありますこの試練を乗り越える本当の意味試練が試練でなくなる時と題して聖書から学んでみたいと思います 試練の目的について、聖書には次のようにあります。すべての訓練は、当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし、後になれば、それによって鍛えられるものに、平安な技能身を結ばせるようになる。この聖句によれば、 試練は喜ばしいものとは思われずむしろ悲しいものまさに私たちの本音そのものです試練を楽しみにしていて心から待ち望んでいる人はいないと思いますがそれでも大きな困難や試練を耐え忍んで乗り越えた信仰の先駆者たちの記録は聖書の中にたくさん記されてあります その彼らの精神を学ぶために、今回、アブラハムに最初に望んだ試練から学んでみましょう。時に主は、アブラムに言われた。あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、 あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩らはあなたによって祝福される。アブラハムが初めて神様から召しを受けて、生まれ故郷であった カルデアのウルという場所からメソポタミアのハランという場所に移り住む時の話です。この最初の試練はキリストの弟子たちが召された時と同様、あなたが今まで気づいてきたものを全て捨てて私に従ってきなさいという決して軽いご命令ではありませんでした。しかし聖書には これらの犠牲を払って神の召しに応答する者に対し、また次のような報いが約束されています。よく聞いておくがよい。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子を捨てた者は必ずこの時代ではその幾倍も受け、また来るべき世では 永遠のの命を受けるるであるこのようにアブラハムは神のご命令に服従する決意を持ってカルデアのウルを出立します結果的に親族である父親弟たち家族も彼と共に波乱に移住することになりました神の約束によればアブラハムの子孫によって 地のすべての輩からは神の真理に約束された祝福を知ることになるのですがこの服従の行動によってアブラハムは神から永遠の命の真理の保管者としての特権に預かるようになりますこの最初の試練についてもう少し深く考えてみるときアブラハムが外見上の 何の保証も与えられていないまま、神の召しに応答したというところがとても大切なポイントになります。この保証というものが、世の中の人たちにとって、また私たちにとって重要視されるところです。例えば、もし私たちが引っ越しをするとき、事前に引っ越し先の家の間取り、家賃、 周囲の環境をよく調べます。またそこで新しく何の仕事をするかも気になるところです。また家族や気の合う仲間とも別れて新しい場所に移り住むことは非常に不安と困難が予想されます。それらをちゃんと確かめた上、すべて保障された状態であれば誰でも安心して引っ越しできます。 しかし、アブラハムはこのことについて何の保証もないままためらうことなく神の召しに従ったのです。なぜ彼はこのような難しい選択をためらうことなく復讐できたのでしょうか。人間が困難にあった時の二つの心の中の動きを冒頭の聖句、ヘブル12-11 をもし試練が私たちに望んだ時私たちは2つの視点で試練を見ることができます一つはこの試練は自分にとってどうかという自分の目の前で起こっている試練を自分の考えの中だけで理解して 説明しようとする精神です。しかしそうすると、そこには何の理解も説明も見出すことができず、ただ目の前で起こっている試練をまともに自分の身に受けるしかなくなります。そして、試練はきついから嫌だという現状を嘆く状態にしか ならずその結果当座は喜ばしいものとは思われずむしろ悲しいものと思われるという結論になります。もう一つははこの試練は神様にとってどうかという自分の目の前で起こっている試練を自分の考えの中だけで理解して 説明しようとはせず、神様の御言葉の中に、その試練の意味を見出そうとする精神です。そのようにするならば、試練には何か意味があるはずだ、という自分の外側に目が向くようになります。これが信仰です。その結果、鍛えられるものに、 平安な義の実を結ばせるようになるという神の御言葉の通りになります。また、試練を自分の考えの中だけで理解して説明しようとする精神には希望も約束もそして信仰もないため試練はできるだけ避けたい厄介なもの という結論しか出ませんがそれは全て自分の中だけで自分の納得いく結論を出そうとする自己中心の精神を持っていることになります。私も含め世の中の多くの人がこのような状態であるために試練が単なる苦い苦痛の経験となってしまっている状況になります。 しかし逆に試練に対してきっと神様に何かご計画があり何か意味するところがあるはずだという神様に理解を求めようとする精神は聖書の御言葉の中に約束も希望もたくさんあるため信仰を持って試練に向かって前進することができるようになります。 これが自分の中に答えを見出すのではなく神の御言葉の中に全てを求める自己否定の精神になります。これこそアブラハムの生き方であり試練に対して力強く前進する生き方になるのです。つまりアブラハムには信仰者としての精神すなわち 自分にとってどうであるかではなくて何が神の見心であるのかという自己否定の精神があり難しい選択ではあっても彼はためらうことなく服従できたのでしたアブラハムは試練には必ず意味がありどんな状況に陥ったとしても全ての事態は 神の御手のうちに許されている範囲内でしか起これないことを知っていたのです。もしそれを信じるならば、試練をただ厄介なものとして考えないようになり、その向こう側に約束されている神の祝福を信仰によって仰ぎ見るようになります。 神様は時々、この自己否定の精神を養うという目的のために、クリスチャンに試練をお持ちになられるのです。それは、さらに次の試練に遭遇したアブラハムも例外ではありませんでした。さて、その地に飢饉があったので、アブラムは エジプトに帰流しようとそこに下った。飢饉がその地に激しかったからである。もし私たちがアブラハムだったらどのようになるでしょうかモーセがイスラエルの民をアラノへ導いたときにたびたび聞こえたあのつぶやきの声が心の中から聞こえてこないでしょうか神様、私は あなた様のご命令に従順に従ってきたのですが、どうしてこんな大変な目に遭わなければならないのでしょうか。私はこんな大変な目に遭うためにクリスチャンになったわけではありません。これが私たちの心の声です。しかしこの時もアブラハムがどのようにして この次の試練を乗り越えていったかを見てみましょう。彼は確かに神様に従った故に飢饉に巻き込まれてしまいました。彼はこの現状を自分で納得できるようにまた誰かに説明することもできませんでした。しかし彼は私はあなたを大いなる国民とし、 あなたを祝福し、あなたの名を大きくしようという神の約束を信じ続けることによって、例えばこの信じるということですけれども、ああ、もしこの基金で私の一族が全滅したら神様は嘘をついたことになる。それはありえない。というこのアブラハムの信仰ですけれども、この 神の約束を信じ続けることで、アブラハムは試練に対して不満やつぶやきに心を向けなかったのです。そして彼は試練を試練としなくなったのでした。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、 平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。ついに彼に決断の時が訪れます。彼は自分がかつて住んでいた肥沃な土地であったカルデアのウルに出戻りするのではなく、神にすべてを委ねて未知なる将来に向けて、 エジプトへと前進していったのです。彼は自分の人間的な常識や経験などを全く考慮せず、そのすべての成り行きを完全に神にお任せしたのでした。試練の本当の意味についてもう一度確認しておきましょう。神は神の民が 試練に遭うのを許される。それは、彼らが彼に誠実を尽くし、服従することによって、彼ら自身が霊的に豊かになるためである。さらに、彼らの模範によって、他の人々に奨励を与えるためである。このように、 神に対する絶対的な信頼こそ試練を乗り越えるための原動力となります。アブラハムはこの原動力を得るまで神の約束にすがり信仰を働かせて祈るという努力をしています。さらにそこに精霊の力が伴う時これが試練が試練でなくなる時のときの 信仰者の心の状態です。試練が試練でなくなるときの心の動き。神の約束を信じる信仰が与えられるように熱心に祈る。試練そのものを見ずに、神の約束の方に目を向ける。 自分にとってどうかという、この自己中心的な自我を焼き尽くす精霊のバプテスマを祈り求める。そして、精霊の力によって、意志を神の側に置けるようになってくる。その結果、試練は 霊的に豊かになるための手段であることを信じて、神にすべてを委ねるとき、まさに試練は試練でなくなる。気落ちしているものに対して、信頼できる救済策がある。それは、信仰と祈りと行いである。信仰と活動は、 日ごとに増大する確信と満足と与える。あなたは不吉な予感に恐れを感じ、失望落胆に陥ろうとしているであろうか。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。神はあなたの必要を知っておられる。神は すべての力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは消耗することがない。神はその約束を成し遂げられないのではないかと恐れてはならない。神は永遠の真理である。神は神を愛する人々と結ばれた契約を変更なさらない。 そして神は忠実なしもべたちが必要とするだけの能力をお与えになる。しかし私たちはこれらのことについて頭では理解していても無意識のうちに試練から逃げたくなるものです。そこがまた信仰者であっても戦いなのですがもしこの試練から逃げるとどうなるかについての警告もあります。 神の子らは常に悩みの炉の中で試みられている。もし彼らが最初の試練に耐えるなら、二度目には同じような苦しい試練を通る必要はない。しかし、もし彼らが失敗すると、その試練が何度も何度も彼らにもたらされ、その度ごとにより大きい試みとなり、厳しくなる。 このようにして、勝利を得て、神への真実さを自ら証明する機会が次々と彼らの前に置かれる。しかし、もし彼らが反逆を続けると、神は最後には彼らから見霊と光を取り除かざるを得なくなる。一度試練から逃げ出すと、 次には二重の試練、さらに次には三重の試練にもなって、どっと押し寄せてきます。実際イスラエルの民は、この失敗を経験して、カナンの地に入るまでに、とても遠回りしたり、余分な戦いを経験したりするのでした。この苦い経験の根底には、神に対する反逆的な精神と、自己中心的な不信仰がありました。 私たちは口ではイエス・キリストの御品性を目指しますと言っておきながら、できれば自分は試練は避けたいとも言います。これはまるでお風呂に入ろうとして線を抜いてあるバスタブに熱いお湯を入れてお風呂を溜めようとしているようなものです。線を抜くことによって熱いお湯は抜けて通り過ぎます。 同様にして試練を交わすのです。しかしそうしている限り、決してお湯はたまりません。しっかりと線を締めて、最初は熱いお湯を受け止めて貯めるのは熱くて辛いかもしれません。しかし、少し忍耐して熱いお湯が溜まるのを待っていると、時間とともにちょうど良い湯加減になってくるはずです。私たちはこのように、 決して試練を軽んじたり逃げたりするべきではないのです。私の子よ主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。では、ここでアブラハムのように試練を乗り越え続けると、どのようになるのか、また希望のことを見てみましょう。 我々は全ての点において同じ状況に二度置かれることは滅多にない。誰にも人生のドラマにおける個人的なテストや試練があるが、全く同じ試練が二度やってくることは滅多にない。一人一人に特定の働きを成し遂げるためのその性格や状況において独自な自分の経験がある。 神は我々一人一人の生活に働きと目的を持っておられる。どれほど小さくともすべての行為には我々の人生経験における場所がある。我々は神から来る耐えざる光と経験を必要とする。我々には皆それらが必要であり、もし望むなら神は 喜んでそれらを得させられるであろう。このように試練を通して得るものが必ずあるのです。その価値を私たちは知っているでしょうかそれは今まで持っていなかったもの、決して試練という方法以外では自分たちのものになることがなかったものです。 その価値を知っている者は試練の向こう側を見ることができます。それが神様から与えられる高潔な品性です。それを知っている人がアブラハムのような信仰者なのです。神は綿密な厳しい試練によってそのしもべたちを訓練なさる。 神はある人が神の御業の進展のために役立つ能力を持っているのを見られて、そのような人々を試される。神は摂理のうちに彼らの品性を試す地位に彼らを置いて、彼ら自身でも気づかなかった欠点や弱点を表される。神は彼らがこれらの欠点を直して、 奉仕にふさわしいものになる機会をお与えになる。神は彼ら自身の弱さを示して、神に頼ることをお教えになる。なぜならば、神が彼らの唯一の援助者であり、保護者だからである。こうして、神の目的は達成される。彼らには、 大目的達成のための教育、訓練、鍛錬、準備などが与えられる。彼らの力はそのために与えられたのである。神が彼らを活動に召されるとき、彼らは準備が整っている。そして天使たちは地上の働きを完結するために、 力を合わせるのである。このように、試練は私たちに対する希望と約束に満ちています。この約束を信じて、試練から逃げずに、神様の助けによって試練を乗り越えていくことを神は望んでおられます。このことを知っているクリスチャンは、アブラハムのように、 試練が試練でなくなり、むしろ試練に対して感謝の気持ちを神に言い表すほどにもなるのです。これが困難な中にある本当のクリスチャンの姿なのです。宗教の明るく快活な面が日ごとに神に献身するすべてのものによって表される。我々は 辛く思われる試練に悲しい気持ちで関わることによって主を怪我すべきではない。我々を教育する者として受け止める試練は全て喜びを生み出すだろう。宗教生活の全体は高められ高潔になり高貴なものとされ、良い言葉と行いを伴う香りとなるだろう。 敵は魂が失望し意気承知にするのを喜び、不信者が我々の信仰の効果について間違った印象を受けるように望んでいる。しかし神は心がより高いレベルに達することを望まれる。彼はすべての魂が贖い主の力を絶えず得て勝利することを望まれる。 もし私たちが今、試練の中にあるならば、将来を有望にするために、神がお許しになられた手段であることを忘れるべきではありません。どんなにつらい試練の中にあっても、私たちにとってそれが希望に終わることを皆さんは信じるでしょうか。不平不満も口に出さず、ただ祈りと平安のうちに、 試練に耐えるクリスチャンの姿は美しく理想的なものです。悲しみと試練はすべての人に必ず来るそして主のための奉仕を行うのにふさわしい器としてその魂を磨き清め洗練するためにそれが働く時にのみ それは美しい。ぜひ聖書の中で試練を乗り越えた良い実例から教訓を得て、私たちもこれからはどんな試練に対しても前向きに進むことができるように今日の学びを覚えていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、 今日は試練について私たちがどうあるべきかを皆さんと共に考えまた学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちが試練に対して自己中心的な精神を持ってそれを見るならばそれはただ辛い苦しい経験に終わってしまいます。しかしあなた様の約束を信じて そして神様にとってどのようなご計画のうちに私たちにまた新しい経験が与えられるのかその希望の約束を信じて試練に臨む時に私たちはこの試練をあなた様の力とまた信仰によって乗り越えることができますまた今試練の中にある兄弟姉妹の方々に あなた様が勝利の経験をお与えくださいますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。